この状況にやきもきしていた当時の将軍である足利義氏でしたが、彼を悩ませる出来事が他にもありました。父である足利義晴が水腫という不全とか腎不全とかが原因による病を発症していたんです。この義晴の病を受けて、息子であり現将軍でもある義氏は一刻も早い京都への帰還を目指すようになりました。そのような経緯もあって、10月18日京都郊外の東山にある自称寺、まあ俗に言う銀閣寺ですね。この銀閣寺の裏山に中尾城という城の建設を始めたんです。しかし義晴の病状は一向に改善することはなく、翌年の1550年5月4日に帰らぬ人となりました。この義晴の死に関しては諸説ありまして、これ以前に義晴自身が自分の死を5月4日の午前8時と指定していることや、義氏配下の士官が義晴の死を自害によるものであると記載していた書状が残っていることからですね、義晴の死はもしかしたら自らの病状に絶望したことによる自害ではないかという説もございます。